No, I need. よいしょ。ほら、頑張れ。ちょっと引いた方がいいかな。はい。もうここら辺消していいですか。ダイアポストラのアルゴリズムを、まあ、説明した理由の一つがそのグリーディーアルゴリズムでした。ある頂点から見ていろんな頂点がつながってるんですけども、その最初スタートするときにそのつながってんのはつながってないのはいろいろあるんですが、こういうふうになってるときにとりあえず2とか4とか3とかあったらですね、ここからスタートするときに最終的にどうなるかわかんないけども、まあどうなるかわかんないんだけども、とりあえず最初の経路から選んで、集合をどんどん作っていくっていうのがブリージ、要するにその時点その時点でベストを尽くす、周りだけを見て一番良かれと思う答えを出す。ちょっと消しちゃいましたけども、それはさっきのここら辺に書いてた最初のノードをとりあえず選んでそれを弾き出すというところですね、がグリーディーだったんですけども、これらのアルゴリズムはちょっと違ってですね、ちょっととか、またこれは別の代表選手で、これは DPの DP というのはダイナミックプログラムの動的計画法、アルゴリズムの種類としては動的計画法と呼ばれるものの一つです。プログラミングといっても、いわゆる C のプログラムを書くという意味ではなくて、これは計画をプランニングするというのをプログラミング。略称して GPGP というのは、この分野ではよく呼ばれます。で、実はですね、IT 関係の方でもですね、GP を間違えて、勘違いして、言われる方が結構いてですね、時々困っちゃうんですけども、DP の、まず簡単な感じの説明から言うと、これはですね、ダイアポストラの時グリーディーアルゴリズムはその時点で問題を解かなくちゃいけないとか、その時点で周りを見て、とりあえず一番良さそうなところに行っとけっていうのが、グリーディーアルゴリズムですけども、動的計画法はこちらはどうするかっていうと、問題があったらですね、問題を分割します。それは何でも一緒なんですけども、分割するときに今解こうと思っている問題の縮小コピーになるように問題を分割します、上手に。それができないと DP はできないんですけども、その縮小セットになるような分割をして、でなおかつその縮小セットになった問題をの答えをかけ集めるだけで元の問題が解けるようにする、そういう状態である、そういう状態に問題を分解できるときにその問題を動的計画法で解けるというふうに言います。でなおかつそのもう一つのポイントは、分割するときにですね、分割したやつを1回ずつしか使わないんだったら、あんまり意味はないんですけども、元の問題の答えをいっぱい出さなくちゃいけないときに、前のというかその分割した問題の結果を何回も何回も使います。ですから1回解いただけでその結果をあちこちで何回も使うっていうんで、そこで効率が上がるっていうのは、動的計画法の、ポイントです。あんまり、
いくつかの証文に分割して、でその証文各証文の解を組み合わせて組み合わせてというか、まあ、もうちょっと言えば組み合わせるだけでですね、でもう一つは、でその、各証文の解は、ランドム、まあ、再利用。で、さらに言えば、各証文さらに同様に行う、その小さい問題が出たときに、それはまあパッと見て解けない問題だったらいいんですけども、パッと見てまだ解けない問題だったら、もう一回さらに分割します。で、さらに分割します。どんどん分割します。で、ポイントは、その分割するときに、まず一つは、その証文を、まあ、元の問題に対して、例えば小さい問題8個とか、まあ、64個とか作るんですけども、その答えを組み合わせるだけでですね、答えが、元の問題が解が得られるようにする。でなおかつその答えは何、その各証文の解は何度も何度も再利用します。これはだから何、て言うんですかね、上手に問題を分割して、例えば小問題が8つにできて、でまあその結果をいじるだけでいろんな答えができる。でそれぞれの小問題は3回とか4回とか本当は解かなくちゃいけないっていう時に、1回解いておけばもう何回も解く必要は実際にはないですから、プログラムとしてなんで、まあ、お得な状態なんです。まあ、ここのさらに同様に行うかどうかっていうのは問題がどんな複雑さによるんですけども、コロイドの場合はこれが、どんどん短く、最短経路が短くなるところまでやっていくので、8段解法が小さくなっていきます。で、いうんで、じゃあ休憩時間になったんで、次から、実際にそのアルゴリズムの記述をやっていきます。じゃあ休憩にします。